吉田正尚に外角低めの決め球を打たれたピッチャーの顔。これやばすぎやろ。外角低いに完璧に決まったチェンジアップをタイミング微妙に崩されながらもバットに乗せてレフト前に落としとる。はあ、マジでうますぎる。好打者って感じやな。この耐えたピッチャーの顔が全てを物語っとるわ。マジでこいつ投げるとこないやんけ。どうすりゃ抑えられるんやこのバケモン。うん、お前は悪くない。切り替えてこう。マジで一郎が乗り移っとるやろこれ。これはそろそろベルトが乳首まで来るで。シーズン終盤には肩まで来るペースやな。ただのハリウッドザコ師匠やんけ。くさ、一郎だけじゃなくてザコシも乗り移っとるんか。ホームランも出るし、こういういやらしいヒットも出るってマジで最高すぎないか。見ろ、これがヒットマシーンだ。ただしホームランも打てる。実際こんな感じの打ち方日本の時からできてたんか。よくしてたで。やっぱ打率残る選手はストライクゾーンの中の弱点が圧倒的に少ないわ。内角の速球もスイングスピード速いから無理やり引っ張ってライトに持っていけるし、外角の落ちる球もちょこんと合わせてレフト前、甘い球来たらフルスイングでホームラン。ほ、これがマーンは。マーワイは吉田はこれくらいやってくれると思ってたけどな。4月の頃粒追いかかって言ってたやつもいたからな。あいはちゃんと覚えとるで。ちなみに今新人王のオッズランキング1位らしいぞ。マジ、つってもそりゃそうか。新人で OPS950 近くあるんやからそりゃそう。ひいきの新外国人もこれくらい打ってくれりゃいいのにな。ほんま OPS 吉田の半分もないんだが、これだけで大体特定できるのかさ。ちな中日のアキーノだけじゃなくてホークスのアステレイヨとかも候補に入ってくるで。ホークスのファメさんとか去年 3A で3割16本打ってるんやろ。もしかしたら動画ともに勝ちで MPD のレベルが上がってるのかもしれんね。